全然気持ちは配信してるけどね。おいや、気持ちじゃなくって、実際に配信してほしい。実際、自枠今日立ち上げようとしたんだけど、ちょっとそれには時間足りなかったわ。サムネも作ってないし。あ、そっか。今まで1回も配信してないから、サムネすらないのね。そう、スペースエンジニアに関しては自枠取ってないのよ、なぜか。新人 VTuber じゃん、もう。新人 VTuber だね。新人 VTuber なんか準備中のくせしていきなりコラボとかするから OK よ。いけるいける。あるあるぶっ込むじゃん。あるあるか。あるあるぶっ込むじゃん。まあ確かにね。まあ。いや、活動的だよね。なんなら準備中の時が一番活動的までない VTuber。あー、あるかもしれない。俺、準備中とかあった俺。あ、うんね。どこを準備中とするかじゃないズムさんは。ちょっと特殊すぎて。特殊すぎる。確かに特殊か、俺。うん。まあ、まだ準備中だから、俺。あ、まだ準備中なんだ。もうすぐデビューだから、俺。あ、もうすぐ。ああ、デビュー配信期待してますね。レビュー配信するわ。レビューじゃん、それ。何をまあね。まあね。バビシー、ハムハムさん、マスクさん、こんばんはでいたい。こんばんは。こんばんは。あれ、ちょっと待って、俺、あれ、ちょっと待って、コメント表示されてねえわ。どうも、VTuber 準備中、梶谷小麦粉です。嘘つけ。何年やってんですか。準備、もう準備に次ぐ準備。あれ、ちょっと待って。変な漢字の梶谷さんは、まあ、見えないんですけどね。どこ、本当にみんな。いや、一番最初の場所よ。一番最初の場所もう霧がかりすぎてよく分かんなかったんだよな。いや適当に走るからでしょ。もう方角も分かってないでしょ。分かってない。え、どこここ。いやこうなんか土地の名前とかあるじゃん。え、ここ未開の惑星だから土地には名前なんかつけてないですよね。そういう。いやつけてこ。オッケー、じゃあ栃木とか滋賀とか。なんでそんなマイナーな。それは謝った方がいい。それは謝った方がいい。それはダメだ。うん、それはダメだよ。マイナーではないから別に。でもマイナーとかメジャーとかねえから。ないから。でもそこで栃木や滋賀のチョイスなかなかないじゃないですか。そう？うん。いい。大体。土地ですよ。いや、なんで行ったことあるんですか？滋賀はあるけど、栃木はあれないかも。でも通ったことあるかも。通るぐらいだったら何かしらね。滋賀、栃木、栃木、那須高原あるの栃木？あー、かなあ。那須高原、那須は那須塩原よ。あー、栃木な気がする。なんか行ったことないけど、うん。だったら通ったことあるけど。あ、やっと出た。日光ってどこ？東照宮。栃木じゃない？栃木なのあれ。栃木でしょ？栃木な気がしてる。ああ、じゃあ結構観光地じゃん。メジャーじゃんね。でもメジャーって言わないな。観光地がないところなんてないよ。でもさ、日光とか那須とか言うけど栃木は出てこなかったじゃん。なんで配信開始から喧嘩をしていくの？喧嘩してるわけが違う。みんなの栃木の認識をね、どの程度認識してるかを確認したかったんですよ。そういうこと？うん、ほらハムハムさん切れてるよ。卑怯だと切れそう。ほらそこまでは言ってないし。栃木よ、宇都宮よって、餃子よ、うまいよって。あ、ほら宇都宮餃子なんてめちゃくちゃ有名じゃん。じゃあ今まで出てこなかったじゃん宇都宮。これだけ栃木の話してて。でも宇都宮が栃木だってなんか認識がちょっとまだされてないじゃん。そういうことよ。ああ、それね。そう。まあでもそういうのあるじゃん。あるの？なんか金沢ってじゃあどこって言ったらさ、確かに石川でしょ。でもパッとなんか、ああでもなんか金沢と石川って一番ピンとこん説はあるよ。確かに。なんか金沢に金沢と石川になってたけど。金沢石川。金沢県石川市みたいなやつ。そうだよね。あと横浜と神奈川みたいな。いやそれはさすがによ。神奈川はメジャーじゃない。神奈川メジャーだけどさ、なんか横浜に持ってかれがちみたいな。まあなんかないけど。愛知は名古屋みたいな。愛知は名古屋はまあそれもなんかないけど。仙台とかね。仙台は仙台市、仙台は仙台市だけど、あそこは宮城なんかやっぱそういうさ、なんかちょっと一個がさ、なんかこうで火出てるとさ、なんかその全体像がぼやけるみたいなとこある。確かにね、宮城はないな。宮城、仙台しかなくない？いや、わかんないだけだよ、知らないだけだよ俺たちが。何、他になんか知ってる人いますか？宮城、あ、そっか、宮城県仙台市か。うん、ずんだ餅よ、ずんだ餅。餅あんまりそれはただの好みじゃんそれは好みじゃん。まあまあまあね、まあね。ずんだ餅食べたことないんだよね。あるよ。あるかなんである、第三者があるよって言えるの。ずんだ餅パーティーやったじゃん。パーティーやったわ。ずんだ、過去俺ズムさんとずんだ餅パーティーしたことあるわ。何のパーティーそれ？なんかずんだ餅パーティーのなんか招待状が来て参加し主催した方なのに覚えてないの？じゃあ主催してない、招待状来た。招待状が来たの。2人に俺たち。そう。ああ。ずんだもんみてえなやつからいやいやいや、ずんだもんから来るの？これはそれですごいけど、ずんだ餅パーティーをするのだって来たの。するのだ。へえ、楽しかった。まあ美味しかった。あ、そうな、覚えがある。なんか、あ、こんな感じなんだってなった気がする。ただ俺餅アレルギーだけどね。そうなんだよね。なんかチーズもダメとか餅もダメとか、なんならオッケーなんよって怒られそうですね。でも餅ずっと食ってんだよ。好きなのよ、餅は好きなの。ただ医者に止められてるだけででもめちゃくちゃ食ってんだよ。めちゃくちゃ食う。別に止められてる感があんまないですね。それは止められる理由が分かってない。よく体に異変がないもん、何も。ああ、アレルギーじゃない、まだ今蓄積中なんじゃないし、今か。だからなんか一定量超えるとお前もうすぐ行くよみたいな話。そういうことじゃない？ああ。だからどこまで行けるかチャレンジする。一回ね、やってみてもいい気がする。どっちかじゃない？ゴールにたどり着いたらもうそのまま生きていけない体になりそうですけど。そこまでか、そこまで。いや、わかんなくない？その行き着く先がさ、体ボロボロになってめちゃくちゃかいいのになるのか、それともなんか本当に。うわってなんか熱とか出て気持ち悪くなってもう動けないなり死ぬってなるのか、普通に喉に詰まらせて終わるかみたいな。アレルギー関係ないね。正月のジジイみたいな話。正月のジジイだ。ハムハムさんお怒りだ、陣の喧嘩する栃木県民じゃないけど栃木県民じゃないけどだべってないのないのに、なんでそんな怒ってんの？いや、思い入れあるでしょ。でも栃木に飲み屋餃子とか那須塩原は多少思い出はあるけど、栃木にはないね。いやー、まあ覚えてないんだな。覚えてなかったのにね。何にもなかったね。ずんだ餅パーティーしたのにね。それ宮城の話よね。私はしてないね。バビシ呼ばれてないよ。嘘、あれだけど招待状多分なんか送ってたはずだけどな。あねえ、みんなには送ってるはずなんじゃないかな。でも全国民に多分ね、ずんだ餅パーティー送られてるはずだよ。それもうスパムじゃない？まあスパムではあったよ。もはや行きましたね、そんなのに。まあでもね、美味しかったね。美味しかったし、なんか和気あいあいしてたよ。いや、ずんだ餅で、それずんだもんもいた？まあ、みたいなまがいもんみたいな。権利に触れそうな話になりそうですけど。お、強しんごさんもこんばんはと。こんばんはな、こんばんなの言いたい。こんばんなの。こんばんなのだじゃん。こんばんなのだ。なのだか。なんだもんなのだ。こんばんなのだ。そうじゃなくてさ、久しぶりのスペースエンジニアーズでもうすでに1人足りないこの状況どうすればいいんですかね。もう2人は揃ってんの？いや、ずっと一緒にいる。足りないじゃん。どこにいるの？あんたがどこよ。俺、町、よく行ったじゃんみんなであの町に。鉱山か？あ、違うか。あ、普通の町か。普通の町。なんとかバレーのサンセットバレーだっけ。ゾムさん結局乗らんのね。ちょ、乗りたいんだけど乗れねえの。ちょっともうちょっとこっち来て、丘に。あー、オッケー。俺の木でイチャイチャしやがって許せねえ。お、ペープニッキー、こんばんはと言って、こんばんは、こんばんなの痛い。こんばんなのだ。こんばんなのだ。ちょっと。ピエピ2機なのだ。お、いけ、のけた、のけた。のけた？うん、のけた。え、でもどっち行けばいいの？ドームじゃないの？バトルドームじゃないの？出たよ。一生こするじゃん。あ、だって、カジャさん、鉱山まで行って、鉱山まで。え、鉱山？町遠いから。鉱山ね。カジ君いるじゃんって。まあね。今日はいるんですよ、珍しく。今日はいるんだ。てか、スペースエンジニアはいないとできない。そう、スペースエンジニアの時は俺多分いる。あ、そうか。うん。レアキャラになっちゃったね。レアキャラになっちゃったね。最近でも自枠やってましたよ。ムーミン。ね、一応やってたよね。深夜にやってたじゃないです。そう、でももうあの時間帯が多分デフォになると思うから、普通。ちょっと待って、これ道がわかんないわ。デフォって何？デフォルトってこと？デフォルトってこと？デュフの親戚よね。デュフ。あの時間がデュフ。めちゃくちゃやだな、マジで。めちゃやだね。2週連続いないって聞いてたから。あ、でも2週連続。2週連続いなかったよ、多分。うん。え、俺がいない間何やってたの？別に何も。別に何もか。静かにしてました。そうやって隠すんだ。そうやって隠すんだ。二人で何か俺見てたんだけどね。全然。だってコメントしてたじゃん。コメントしてた。そういえばいたわ。出先からコメントしたもん。カジヤ小麦粉さんだ。なのだ。カジ君23時以降行けなくてごめんねって。ああ、いいんだよ。そんなありがとう。俺は生きてるよというこの生存アピールができただけで俺は満足だよ。ドラえもんも出た。バトルドームじゃん。あんた予約した？よーしてない。あれだけ言っといて。あれだけ言ったけど別にいらんかなと思って。ひどいな。うまくやれば公式アンダサバーとかになれるかもしれませんよ。アンダサバー？アンバサダーか。ダサいよ、なんか。アンダサバー、ダサいよ。アンダサバーはちょっとダサい。ダサいからこそのダサバーか。なるほどね。納得したわ。まあね。みんなでハムナプトラ見てた。ハムナプトラ懐かしい。なんかでもそのコメントは見た気がすんな。3人揃うとやっぱいいねって。お、ありがてえ。まあね。まあね。あと4人揃うと機会がさ。あ、そうか。そういや、人痘会9月やってねえからな。そうだね。ちょっとごめん、それも僕の予定がちょっとふわっとしているのはあったからね。そろそろハードを出そうかな。まあ、決まればね、いけるんですけどね。いつになるかわかんないですね。まあ、忘年会はやるって蓮魚さんが言ってた。ああ、それはやろうやろう。全然。だから忘年会前には全然できるよ。10月になったら予定がはっきりするので。ああ、はいはいはい。え、9月やった？バズったじゃん。え？ 9 月バズった？え、バトルドームが？ああ。バトルドームって俺たちのコンテンツなんだ。あ、そうか、あれだよ、バズるやつ。あれ9月か。え、何？写真撮ってバズるやつ。え、あれ9月か？あれ？え、あれ9月？ 8 月か。9月。あれ9月か。いや。8月じゃない？え、8月だと思ってたけど、違った？分かんない。でもピエピニキがほら9月2日とかだったって。あ、そうなの。あ、じゃあもう1カウントでいいじゃん。もはや落ち込んでる時期だったもん。あ、そうか、2期が。あ、そうなの。そうなの。落ち込んでたの？大丈夫だよ。え、カジはどこだ？スワン取ったからね、2期が。これどこ？鉱山行けばいいんだよね。鉱山ってあれか、あれだ、あった。でもなんか麻雀やってたよね、最近っていうか昨日か一昨日ぐらい。一昨日、うん、麻雀やってた。で、ピエピニキは役満出したから。え、何出したの？スーワンコだったっけ？なんか普通に麻雀配信やろうと思ったらなんかいろいろトラブってて、蓮行さんに助けてもらってたまたまコメントに蓮行さんが「何やってんすか?」みたいなこと言ったから「蓮行さん今暇ちょっと来て」っつってあ、そういう流れだったのね。そうそう、助けてもらって「でじゃあ私はちょっとこれからコラボなんで」っつってでそのまま普通に麻雀してたんだけど、なぜか役満縛りになって、で役満耐久になってピエピニキが役満上がってくれて、なんとか追われた。よかったよかった。婚活でも役満よ。お、え、どういうこと？結婚したってこと？え、結婚したってこと？婚活で役満って何？婚活で役満ってどう、いろいろ取れるよね、意味合い的には。いろいろ取れるね。どの役かによるよね。うん、そうだね。婚活かで変わってくるよね。ね、国士無双だったらもう多分全員はべらせたでしょ、国士無双はもう。ハーレムじゃん。ハーレムだよね。お、ピエピ。婚活おめでとう。婚活おめでとうはなんかもうどういうこと？婚活に参加するだけならそんなにおめでたい話ではないのでは？婚活って俺の思ってる婚活じゃない可能性出てきた。じゃあまあ奇跡の数変更忘年会も新年会も4人の麻雀とても楽しみよ。ありがとうございます。新年会ってさ、人太郎会意外とやってなくない？新年会。いやで、いや多分あんまやってないだよね。毎回になんか1月やらず2月とかだもん。そうそうそう。ああ、そっか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 。忘年会で燃え尽きた感ある。そうだね。でまあ大体麻雀か、麻雀だね。そう、年末年越してないけど年越し麻雀的な感じで。年越し麻雀的なね。もう今年は麻雀じゃない？どうせ。まあでも麻雀やりたいね。やりたいよね。だって1年に1回のことだもんね。そうだね。麻雀と言いつつなんかただ食べてるだけみたいな感じなんですけどね。ガチガチよ。ガチ？一人ガチガチの人いるからね。そうね、本当に。一人ガチガチの人、なんだかんだ一回参加してくれたんだけど、昨日のこの前のね、そうそうそう、一昨日かなんかやったやつに、うん、4位だって4位ガチガチなのに肝心なところで成績残せないですね、うん、許せねえって言ってた覚えてろみたいな感じだった負け犬の遠吠え感がすごい負け犬って次はボコボコにされてください。いやー、負けたくねえな。年末年始の連休2回以上コラボできるといいね。連休2回連休中にね。2回くらいやれるといいねってこと。あー、どうかな。まあ、カリアさんの予定次第なところもあるし、まあ、確かにね。年末年始は別に大丈夫だよ。まあ、でもそれぞれにまた別のね、予定があったりするからちょっとどうなるか分かりませんけど、確かにね、まあまた告知を待っていてくださいという感じ。待ってて、流し漫画がいいとこだった、婚活流し漫画うまくてくさ悲しい。いやーでも流し漫画できたらね、素晴らしいよ。漫画は取れてるから素晴らしい。どういうこと？いい牌全部捨ててったってこと？いや、いらん牌じゃん。いらん牌よ。あ、そっか。八百中牌と自牌を全部捨てて。いらない牌だと思ってたけど、実はやっぱ集めときゃよかったなっていう、そういう心境ってこと？いや、でも、まあ、なんだかんだ漫画に取れたから、まあね、まあ、そういうことですみたいな。そういうことよ。うん、なるほどね。どういうことなんだろう。わかんないけど。はい、3人揃いました。どうもどうも、こんばんは、こんばんは。こんばんは。トシエズムです。カジヤ小麦粉です。Aの楓です。3人揃って。何だろう。あんたが言い出したんでしょうか。まあ、スペースエンジニアーズです。お、スペースエンジニアーズです。です。いやー、3週間ぶり、2週間空いてなんですけど、もうすっかりね、忘れてますね。どんなもんじゃい。どんなもんじゃい。ね、何それ。3人揃ってどんなもんじゃい。せめて5レンジャーとかにしてほしいな。なんかでもレンジャーっぽい色だよ俺たち。確かにね。え、じゃあ俺が何レッドってこと？お、そうですね。蝶ネクタイしてるし。リーダー。リーダー。ちょっと待って、俺蝶ネクタイしてる？してる。蝶ネクタイしてるよ。なんで？すごい場違い感がする。赤レンジャー。赤レンジャーよ。カレー食べてえな。ヒレンジャーじゃん。ヒレンジャーよ。黄色とカレーはなんかあまりにも安易すぎない。なんでそんなことになったんですか。でも実際カレー食べる人だからな。そうなんだよね。なんだろう。間違ってない。え、緑は？私これ緑。ミドレンジャーって緑ってどんな感じだろうね。はわわわわみたいな感じ。え、どんな？え、どっから来たの？怪物が襲ってくるなり。それ一般市民じゃん、ただ。一般市民でもそんなアホげたこと言わないでしょ。言わないかな。3人揃ってギニュー特選隊2人足りてねえんだよな。変なポーズしないとダメじゃん。ギニュー特選隊ではないな。足りてないもんだって。足りてないね。でもグルトとかが死んでるもんな多分。ちょっと進んでる。でも少なくなったけど新しいポーズを考え出してまた結成するんでしょ。そういうこと？ポーズ取れない。両レッド、顔イエロー、下グリーン、最悪だわマジで。意味がわかんない。ひどい。3人で集まれば合コンだね。何を言ってたハマムさん。合コンか。合コン相手の組も3人欲しいですけど。あ、そういう。おお。そうじゃなくて。まあまあまあ、もうちょっと。すまねえから。俺も引っ張りすぎたなって思って。よし、行くか。行くかはいいけどどこに？そう、問題はそこよ。どうすんのっていう状況よ。てか俺たち何やってんの？結局手がかりが何もなくなっちゃったんだよ。もう手紙も全部読んだじゃん。本当ないっけ？なんかまだ残されてなかったっけ？いやーもうしゃべり尽くしたよ。GPS を見ます。鉱山。賢いじゃん。 GPS 見よう。マグネシウムケイブ。あ、なんか RDS、 ROS リサーチファシリティ。はい。でこれ前行かなかったっけ？分からん。ファニチャードームとか言ってたとこ。ああ、はい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 。え、分かんない分かんない。そんなようなこと言ってた気がする。ファニチャードームって何？なんか聞いたことある。聞いたことあるよね。うん。言ってた気がする。全然覚えてないわ。確かにずっと地面掘ってた記憶しかないね。まあ間違ってない。掘りがちだけども。スペースエンジニア大体掘ってるから。ピエピさん、冷凍朝子とひろこを迎えに行く的な流れ。的な流れ。的なは誰さんですかね。的なさんですかね。いや、それもう変換ミスって思うよ、もう。朝子、ひろこじゃなくて朝子、ドクター朝子は少なくともどっかで冷凍されてて、それが半解なんですよ、半分解凍状態なんですよっていうのはあった。略して半解。それがどこなんっていう話で、リサーチファシリティ行ったよね。行った気がするけどね。なんか行った気がしてきたね。でも何にもないんだっけ。ああ、そうだ、何にもなかったんだ。意外となんもねえなみたいなとこだった。広くて、なんかそんな気がする。なんか広くてタレットはあったけど結局何にもなかったよねみたいな感じ。そうだね。デリート消した。的なスタイルあんまりだけど笑顔が愛嬌あるよね。何を見てるんですかね。てかさ、でもさ、5変換だとしてもさ、的なってやって、この的なが出てくるってどういうふうな変換してるんです。あんまり選ばれない感じ。みんな何を参考になる、勉強になるって、何を勉強になったんだ。泣いちゃった。どこだろうな。そうか、冷凍朝子を探しに行かないといけないってこと。そう、冷凍朝子がどこにいるのっていう。やっぱ一回さ、ドームの中もう一回見てみる。なんかあそこ全部本当に探した俺たち。まあそれ言われると結構どこも全部見たって感じにはなるでしょ。ちょっとリーダーっぽくない今俺。リーダーっぽい、確かに。さすが赤レンジャーじゃん。赤レンジャー。赤レンジャー。えそういうネタありましたよね。あれね、ゴレンジャイね。そうそうそう。ゴレンジャイ。あれ面白かった。ごっつね、ごっつええ感じね。ごっつか。あ、まあいいか、車で行けばよかったかなと思ったけど、まあいいでしょ。マップで行ってないところ行ってみるかって言ってたような。順番間違ったっぽいからって。でもさ、マップ、俺もう何にもねえんだよね。ちょっと待って、マップってマップ開けるの？GPS。あ、GPS ね。そう、GPS、行ったか行ってないかも分かんなくなってきてるからな。そう、だから一応行ったところは俺全部消してって、うん、最終的に残ったのは鉱山とマグネシウムケイブだけなんだよ。ああ。そう、すっからかんないよ。すっからげっちーなんよ。すっからげっちー。あ、それ。ちょっとさ、一行よ。なんか一行ネタ大好きですよね。なんかだってあれじゃない。なんかフォーマルじゃないちょっと。何フォーマルって。あんな二丁目な人フォーマルなの？フォーマルじゃない。なんかちょっとやっぱフォーマル感出ない。どこに？フォーマル。砲丸投げどういうこと？でも5文字だったら一行になるっていういつものネタ。あーフォーマルだね、やっぱりフォーマルだね。違うね。もうすぐカモン達夫あるよってあ、まああるね、流れとしてはそうだね。あのあと俺あのあと焼肉食いに行ったもんな。そう、焼肉食いたすぎて。なんだっけ、忘れちゃった曲。なんだっけ、焼肉ボンバーみたいなやつだっけ。あ、そう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 、そんなわかるって浜田さんそれはどこ？焼肉が、それともフォーマルじゃない？あ、フォーマルか。フォーマルかもね。どこが分かるか。あ、焼肉パワー。あ、焼肉パワー。焼肉ファイヤーだ。あー、いかん。この歌歌うと焼肉食べに行かないといけなくなるから。肉焼きてー。焼肉何から食べますか？まあタンかな。なんかみんなで行くと自動的にタンだよね。そう、自動的にタンになるから、まあ悪くないと思う。それはなんであれタンから食べるの？網が焦げつかないから、なんか最初にあっさりしてるしみたいな、そんな感じ。ああ、油がそんなあれないからってこと。そうそうそう。ああ、ここ何？牛タンタタンタンタタン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 。トラウマじゃん。何これ、トラウマじゃん。トラウマだわ。なんかわかんないけど、なんか急に脳がラーメンズちゃん、さすがニキさすがだ。定番はわかめスープ、チョロギサラダ、のど飴。焼肉焼いて何の定番なんそれ。のど飴一番最後にもらうやつじゃない？あ、そうだね。あれ、のど飴じゃないし、のど飴でもないし、ハッカ飴ね。ハッカのお口直しね。お口直しのハッカ飴。タンを炭で食べるってね。ええ、何とかかってた今。てねはなんだ。あ、でも炭でタン、炭はタンって読むからか。あ、読む？ああ、備長炭のタンね。備長炭のタン。ああ、言われる。備長炭タンタンタタンタン。備長炭タンタンタン。なるほどね。ああ、これ何？今ここどこ？こここうシリコンが取れる鉱山。何？なんで？タン？タンです。タンよって。タンです。タンよ。タンよ。名シーンの再現だ。あ、トラウマが。うわ、体に影響出てるじゃないですか。なんか体調悪くなってきた。諦めないで。ここあれ、ここじゃないよね。ここね、ちょっと私のリストにあったからちょっと来てみたんですけど。シリコンが取れる鉱山というだけみたいですわ。本当に？多分。ホロウェイファーム行ったよね。そうですね、もうしらみつぶしというか、順番にチェックしていかないとダメかも。行ったか行ってないかもう覚えてないですからね。フォローウェイ、フォローウェイ行ったね。絶対この歌歌ったもん。そう、行かなくてもこれ聞いただけで歌うじゃん。うん、いやでも多分行ったからあれじゃない、こんだけ歌ったんだよ。こんだけって言われてもどんだけかわかんないんだよな。行った覚えあるよ。あるあるある。だから多分ね、なんかそうやって名前聞くとね、なんかその時々のあれがね、なんか地のものが出てくるから。地のもの？その土地の名産みたいなこと。そう出てくるじゃん。まあまあね。だからそうすると多分行ったか行ってないかがわかる。ああ。一度見たところでもフラグが立ってからイベントとかあるかもしれないし、このゲームはそういう感じではない気がするんだけど、どうなんかな。まあでもだってなんか朝こんち行ったらなんか、結局なんか街の中のさ、なんか医療施設で凍ってるみたいな、なんかそんな感じじゃなかったっけ。いや、クライオセンター的な冷凍する施設はあったけど、あそこズムさんはいない。ズムさんが捕らわれただけだったから。あ、そうだ。でもさ、本当にそうか。まあ一回町行く？町行くか、一回。町行ってみてもいいしね。もう手がかりが町しかないもんね。一旦また、そう町をちょっとしらみつぶしして、なんか残されてないかチェックするところから始めましょうか。そこに朝子はいません。いや、どうしようじゃあ。どうしよう。あれ、ていうかここじゃん。俺がそのなんか車がひっくり返ってたって。あ、本当だ。これそうなの？これそう、これそう。ウェイクアルタイル。なんて？ウェルカムテル。なんかこういうことになってるけど、何これ？何がウェルカムテルなの？ウェルカムドリンク的な話？ウェルカムドリンクだ。しかもなんかこれ、なんか中いっぱい入ってる。車の中、もちろん。もはや倉庫として使ってたってこと？なんでこんなとこで、いや、落ちてきた感ないこれ、だって屋根壊れてるもん。この金ピカの車見たことあるぞ。なんか鍛冶屋臭がしてきたな。俺そんな臭い？匂うでござるか。なんか鍛冶屋臭がしてきたな、これ。だって近くにいるからね、俺。うわ、またほんと気づけばすぐ近くにいるんだ。一旦ちょっとカレーの匂いが香ったか、さすがに。カジ君自首するなら今だよ。カジ君が落ちたよ。ニキが言ってるからさ。俺本当にこれ俺こんな運転下手か。俺割と下手だと思う。いやだ。でも俺が一番だってさ、車持ってきてる率高いからね、みんなのところに。これも持ってきたんじゃない？もはやここに。そうね。でももはやね、逆にね。直せるかな。トラックシミュレーター思い出しなーって言われて。懐かしいな、ユーロトラックシミュレーターやってたら。やったねー。いやー、華麗なドライビングテクニックだったけどな、あれは。一日首だもんね。いやすごかったけどね。神戸を爆走したんだから。これか。これどうする？いや、町行くんだわ。そうね。町どこだ？鉱山。町、あれじゃない？あれ鉱山じゃないわ。あれ鉱山か。3-1？なんか3-1シグナルみたいな。ない、そんなの。俺ね、もうね、GPS ね、ないんだよね。鉱山とマグネシウム経由しかないんだよね。そっか。カルシウム警部補とかいるの？はい。マグネシウム警部とカルシウム警部補。なるほど。だからペッパー警部もいるんですね。そういうことよ。ペッパー警部。邪魔をしないで。なんだあれ、2人どこ行ったの？どこ行ったの陣の師、逆に。え、町に行くんじゃないの？町どこかっていう話。え、町ぐらいわかるでしょ、ドームに囲われた。どっち向いてんのね。囲われた？あ、あれか、あれだ。どれ？そう、それよ。こっちだ。ドームなんかないよ、俺。あるよ。え？バトルドーム。おっ！ボールを相手のゴールにシュー。あ、ばっかりよ。超エキサイティング！3D アクションゲーム。え、3D アクションゲームだよ。当時の歌い文句はそうだったはず。え、そうだっけ？ 3D アクションゲーム。まあそれは 3D であることは確かか。うん、アクションゲームまあ、アクションするしね。まあ、動いてるからアクションってこと？うん、3D アクションゲーム。バトルドーム。超エキサイティング！言ったもん勝ちやな。私たちこれからいいところいかんじゃん。私たちこれからいいところ。あれどこだ？いいところ。いいところか。もうはぐれたわ。みんなはぐれた。もう好き勝手動いてんね。はぐれ警部純情派ってこと？お。旅情編って言ってんじゃん。旅情編か。ジーパンデガってことか。それはなんだっけ？違う？それは太陽に吠えろとかじゃん。太陽に吠えろだ。吠えろだっけ？吠えろだ。吠えろだっけ？あれこれ陣の師じゃん。そうよ。なんだと思って。え、カジ君だと思ったら陣の師にすり替わってたんだけど。じゃあ俺が一番町じゃん。え、どこにいる？え、割と後ろ。あ、今見える今見える。なんかドームの色変わってない？なんか前もそんなこと言ってませんでした？いや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 、こんなんじゃなかったよ、ドーム。確かに。ちょっと分かりやすかったし。ちょっと俺、それ夜だからとかそういう系じゃない？あ、そういうことか。あ、そうだ。わかんないけど。あ、そうだわ。近くに寄ったらこんなんだったわ。うん。じゃあまた手分けしてなんか開いてない扉とか探す？探してみるか。探す？ないと思うんだけどね。ないと思う。街は結構見た気はするけど、なんかでも確かになんかあんまりこすってない建物ある気がするんだよな。するの？なんかすぐちょっと入ってまあねみたいな気持ちになって出てきたみたいな。建物をこする家事やコンポ。いけないんですか、建物こすって。なんかエッフェル塔と結婚するとか言ってる人いましたよね。何それ？何それ？絶対聞いたことないけど。え、知らないの？知らない。もうなんか建物にしか浴場しないみたいな。そういうこと？うん。まあいろんな壁の人いますからね。だから建物をこする家事や小麦粉ってそういうことよ。建物をこする。建物にしかそういう感じでグッとこないってのは難しいな。建物あれこっち行ったっけ？じゃあエッフェル塔が一番いいのか。じゃあ危ないデコ切れそう。危ないデコ、危ないデコ順調がうまいな。びっくり。いやうまいね。びっくりした。パッと見たら危ないデコって書いてあって切れそうになった一瞬。危ないデコいいね。いいな。ちょっと使わせてもらおう。やってるそう。ザスルさタコさん、こんばんはと言ったらハロー。はい。フロムカナダ。お、Like to see you enjoy the 3D アクションゲーム。何それ？バトルドームの話。ちょっと待ってどういうこと？おっか、バトルドーム海外人気もあるみたいな、そういう話ですか？じゃあ。あ、海外人気が。え、ちょっと待って、カナダ人気が 3D アクションゲームを楽しんでいただけたら嬉しいよって言って、ベリーサンキュー。バトルドーム。バトルドーム。バトルドームのことだね、完全に。なるほど、予約した？してないよ。バトルドーム is very very interesting Japanese 3D アクションゲーム。絶対さ、バトルドームの話してないと思うんだけど。え、これバトルドームのもしかして案件来たってこと？これ。あ、そういうことなんで海外から来んの？いや、わかんないから委託してるかも。あ、バンダイでしょ、あれ。つられたか、3D アクションゲームにつられてきちゃった。そうね、3D アクションゲームという、ただその単語だけで理解してくれたんだね、カナダにき。カナダにき理解できてないね。佃オリジナルよ、元はね。あ、そっか、佃オリジナルだ。今回の、復刻版はバンダイじゃなかった？あ、そうだね、そうだ、そうだ。あの配信終わった後にそれであれだ、調べてすげえなんか盛り上がってたもんな。めちゃくちゃぶち当たるな。うまくいくかなと思ったらちゃんといってよかった。ちゃんとぶつかってくるじゃん。バトルドームはバンコク共通なんだな、やっぱり。絶対違うと思うけど。佃オリジナルどうしちゃったの？なんかね、なんか合体したらしいよ。なんか吸収されたっぽい。吸収合併できない。ロボアニメ。ロボ。情けよな。いいね。情け。佃オリジナル。佃オリジナルどうしちゃったののコメントがすごい、なんだろう、すごい佃オリジナルのことを心配してる波動がすごい出てて、なんかなんだろう、ちょっと俺気持ちがグッてきた。いや、今だけでしょ、佃オリジナルのこと何も知らない人たちじゃないの。いや、なんかビエピニキだよ。いや、絶対口だけだと。そう、オリジナルじゃなくなったんだよ、ついに。でも消えたってこと？じゃあ、いや、でもバンダイの中で生きてるから。それはあれでしょ、心だけは、精神だけは引き継がれているみたいな、そういう話でしょ。いや、でも分かんないよ、だってね、みんなそのセルの体内で生きてるみたいな。ああ、なるほどね。設定おかしくない？設定どこじゃないから。いや、だってさ、吸収したとかいうくせに生きてんでしょ、中で。吸収できてないじゃん。いやいや、そのだから吸収って言ってもやっぱりこう力を借りてるんだよ、そのなんか。そういうこと？だからあれをもうちょっと時間だったらもう完全にもう一体化するけど、なんとか引き剥がせたからよかったんじゃないのかな。分かんないけどね、俺ドラゴンボールとか分かんないけど。あ、お、来た。ここは未探索地域。お、嘘でしょ。